さすらい荘の2回チェックしてみます。レジェンド花咲かじい、それわしは花咲かじいじゃ。あらゆる町に花を咲かせるためここまでやってきたのじゃ。お主もわしと一緒にこの町を花でいっぱいにせんか。そのためにまずはお主の力を試させてもらおうかな。これさ、なんかプレイヤーの名前出てこないね。ということはもしかして、うわわわ、めっちゃレア妖怪やん。土の子パンダに土の子星人、そして花咲かじ。これコンピューターのやつかな。プレイヤーの名前が出てない時ってコンピューターかな。めちゃレアじゃん、土の子星人と、そして土の子パンダ。なんか闇キュービ弱いな。いや、土の子パンダ、必殺技みたいから、ちょっと放置しとくかな。土の子パンダ、なかなかな威力やな、攻撃。オロチが、ピンチやん、いきなり。やば。レベル結構高めの土の子パンダかな。しかも花坂 G が極楽の術でサポートしてる。やばい。土の子パンダとりあえず撃破。花坂 G はさ、気絶した妖怪も復活するから厄介なんだよね。問いつき、うぐぐぐぐ、漆黒の闇で HP がだんだん減っていく。影オロチに闇キュービー。影系ね、闇系の妖怪。ちょっと待って、メンバーチェンジする。なんか、レベル高そうなんだよな。取り付き。すべてがまっさらに。早送りで倒せるかな。後ろの3体は？うわ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 う。大黒天出てきたよ。魂胆にイザナミ。なかなかやばいメンバーやな。マイニャンの必殺技いきまーす。百裂肉球、ズババババババ。大黒天の必殺技くよね。開運ぶっといハンマー。レベルちょっと高め。どうしよっかな。妖怪ブラスター。ここはオロチ様のメダルセットオン。アタックモードロー。たまにプレイヤーの名前出ないときにさ、アンドロイド山田6体とか、あとなんだっけ、玉残し6体とか出てくるよね。謎なんだけど。あ、さすらいだなぁ。おっしゃぁ。オロチの必殺技打っときたいなぁ。チャージ完了。ヤマタノオロチ、キリンがピンチ。天下太平の響き、 HP 全て回復。あと大黒天とイザナミ。闇キュービさんは
イザナミの必殺技来る。終わりの始まり。闇に染まれ。誕生ビッグウェーブ。いいね。大黒天しぶとい。大黒天しぶとい。どうしようかな。あと一発ぐらい必殺技。あ、先にイザナミ倒しちゃったね。ハギョロチの必殺技もちょっと打っときたい。あれ？あ、終わったわ。終わったわ。今回の経験値3980でお金1686ドル。これなかなかやね。言うてみたら16万ぐらいってことやんね。めっちゃお金もらえた。玉残しの時よりもらえたんちゃうかな。そうよ、お主がおればこの町の花が枯れることはないじゃろう。この町はお主に任せて、わしは他の町に行くとするかな。行っちゃった。ツチノコパンダとツチノコ星人連れて行っちゃった。なかなかレアやったなぁ。